製造した航空機用水冷直列6気筒エンジンである。BMW の後の発展の基礎となった。1917年、ラップ発動機製造会社は、BMW3 と呼ばれる新型エンジンを開発した。BMW3 水冷直列6気筒エンジンは、マックスフリッツが、 ラップ3を原型として設計したもので、最善のバランスを保つよう配慮されていたため振動も小さく、当時としては高圧縮比となる6.4、1を実現していた。1917年の初めに、イドフラグは、航空機用エンジンの統一規格指定を導入した。この規定では、ローマ数字は、性能等級を表し、100HP 未満は、クラス0。 100から 119HP はクラス I、120から 149HP はクラス2とされた。BMW3 は 185HP だったのでクラス3に分類された。当初から成功したエンジンであったが、1917年にマックス・フリッツが高校土曜機械を導入したことによってさらなる飛躍を果たした。BMW3 は高々旅において、 最大出力の発揮が可能になり、ガソリンにベンゼンを添加した特性廃屋燃料を高度に応じて最適な空燃費で燃焼させることで高度2000メートルにおいて競合エンジンを決定的に上回る 200HP の出力を安定して発揮できた。ドイツとイギリスでは b m w e イ a の馬力の計測値は明らかに異なっており、戦後に イギリスで行われた試験での測定では、BMWE ヤの馬力は 230HP とされた。これは、メルセデス DE ヤがイギリスでは 180HP、ドイツでは 170HP、そして、メルセデス DE やは、イギリスでは 200HP、ドイツでは 180HP というように、一貫して、ドイツより、イギリスでの測定結果が高かったことと対応する。 この差は、メルセデスエンジンを装備したフォッカー D7 初期型と、BMWEEA を装備したフォッカー d ビフ後期型の間の性能の大幅な違いを、説明しうるものである。最初の設計図面は5月に描かれ、9月17日には、エンジンは、試験台の上にあった。1917年12月には BM、e、BMWEEA が初飛行を成功させ、 1918年の初めには大量生産が開始された。より高い高度で出力を得られることこそが、このエンジンが空戦において、比類なき優秀さを誇った理由であった。BMWE-IA は主に、フォッカー D7、ユンカース A20 及び、ユンカース F13 で使用されたが、BMWE-IA を装備したフォッカー D7 は、 戦闘で、いかなる連合国軍機と遭遇しようとも、離脱することができた。あらゆる速度域と高度域で、高い運動性を発揮したことは、1918年の、英仏軍機相手の格闘戦における数多くの、戦火で証明されている。特に、レッドバロンことマンフレート・フォンリヒト・ホーフェに率いる、第11戦闘機中隊が繰り広げた空戦と、その戦火は、 この水冷直列6気筒エンジンの名声を揺るぎないものとした。第一次世界大戦時の第11戦闘機中隊指揮官エルン・ストーレットは BMWE やの傑出した性能を認め、こう述べている。BMW エンジンは終戦に向かう中で、開発されたエンジンのうちでは、絶対的に光り輝いていたのは疑う余地はない。ただ一つ。 悪かったことはあまりにも登場が遅すぎたことだ。BMW で約700機のエンジンが製造された。しかし新型の BMWEA には極めて大きな需要があり、ミュンヘン工場では生産能力が不足したことから、フランクフルト近郊リュッセルスハイムのオペル工場に生産が移されることになった。1919年9月13日にフランツ・セノディーマーは、 BMWEEA 装備のユンカース F13 旅客機により高度6750メートルの世界最高高度記録を達成した。後に BMWEEA はシリンダー容量を増して BMW4 に発展した。バーカー R ザロイヤルフライングコープスインワールド in アイロビンソン1から841194700ありがとうございます。